はい、こんにちは、勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダー01デラックスアタッシュショットガンということで、仮面ライダー01第5話登場いたしましたね。ゆあちゃんがこう持ってきてね、こう投げて、これ使えっつってて、普通に最初ね、このウルフのバルカンだよね。バルカンにこうウルフのモードで使わそうとしたらダメでしたと。ダメでしたというか、めちゃめちゃ威力があって強かったという。で、最終的にゴリラのね、コングのモードになったら使えたっていう、そういう武器になっております。値段は3600円ぐらい、4000円ぐらいでしたね。2019メイドインチャイナということで、アタッシュカバン、アタッシュウェポンシリーズ、一番最初はね、アタッシュカリバーが出ましたけども、今回はアタッシュショットガンということで、若干こうバルカンっぽいパッケージになってますよね。こっちはゼロワンメインでしたけども、では見ていきましょう。裏もね、そうですね、やっぱりじゃじゃん、こんな感じだね。まあ一緒だね、もう分かりやすいよね。アタッシュケース入ってるって感じ。単4電池2本必要ですので、単4電池2本。あ、これはもしかしてだけど、どうやって開けるんだろう。そのまま引っ張れない。あ、ここだ。青いところを押しながら、ここを押しながらスライド、そして電池はここにあるのでここに入れると。これスライドしないと電池入らないやつですね。 OK、電源オン。OK、 電源も入りましたね、しっかり。ではちょっと見比べていきたいと思います。これがアタッシュカリバー、これアタッシュショットガン。マジでサイズ全く一緒じゃね。規格が全く一緒。今回のさ、ゼロワンのシリーズってこうおもちゃをなんか飾るのにめっちゃ映えるよね。プログライズキーもそうだけど、こう整、みんな一緒の形状してて四角だし、で片付けやすいし、これすごいいいおもちゃだよね。その片付けやすさとか、そういう思考で見ちゃうともう最高だと思う。で、ショットガンなので、ここにね、ちょっと色、やっぱ色がついてますね。では、電源オン。アタッシュショットガン。スピーカーはここだね、後ろだね。この状態でトリガー引いてみましょう。アタッシュケース、オープンスとリリース、インクレディブリーパワフルショットガン。おー、一緒だね。確かこっちも言うよね。アタッシュカリバー。アタッシュケース、オープンスとリリース、the sharpest of blade。これはブレードだけど、こっちはショットガンですよね。アタッシュケース、オープンスとリリース、the incredibly powerful shotgun。で、変えればいいんだね。やってみましょう。ショットガン、ライズ。おー。で、こうか。おー、すごい長い。ちょっとびっくりしちゃった、長くて。長いですよ。アタッシュカリバーは？まあでも長いか、一緒か、大きさはやっぱ。長いね。すごいね。これはなんか本当意外といいですね。意外と。音でか。これって切れるのかな？弾切れとかあんのかな？これ弾切れなさそうだな。無限に撃てますね。では、トリガーを引いてチャージ必殺技発動ということで、これはあれなんだ。連動してるわけじゃないんだね。普通にそういう演出なんだ。ただここシュコシュコできるよってことだね、普通に。へぇ。アタッシュ、ショットガンモードからアタッシュモードに変形。チャージライズだから、ここも別に音なんないですね。おお、これは
正直ここだけ戻すのでいいのかな、こうやって90度ね、これだけでも良さそうだね。なんでオーソライズした、お前どこで反応した今オーソライズ。まあじゃあいいや、必殺技もう一個チャージパワーアップ必殺技やってみよう。チャージライズ中のセット、え変身したなお前、これ違うでしょ、なんで変身した、絶対違うよね、もう一回だな、うん、だよね。そしてお、いいねー、これいいねー、音いいね、連動がね面白い。やっぱ連動するのがすごくいいよ。マジで。あー、これ考えられてんな。ここら辺が全く、こう、音とかに感知してないってところもまた俺はいいなと思いますね。まあもちろんなんかチャージとかあった方がいいかもしんないけど。でもここだけはこうやっていくらでも遊べる。音を気にせずいくらでも遊べるっていうのを考えると、普通に好きですね。で、面白いのが、やっぱこの状態ではちょっとねこう見えちゃってますけど、ネジ穴部分とか、まあ変形すればこちら側が表なので何も見えないと、裏にめっちゃネジ穴ボコボコしてるよってなるので、こういうのもなんか面白いですよね。別にこうどっちでもよくするみたいな、気にならない、すごいね。またこのあのアタッシュカリバーとはまた違ったね面白さがありましたね。ということで今日は第5話で登場したデラックスアタッシュショットガンでした。それではまた明日。